4倍強ってことで、試合前に何とかでかなり体重がでしょうね。マッサージ力はあるかもしれません。さあこれレフリーも、はい、これはレオタードですね。水着ではなくレフリーもちゃんとこの格好すると、はい、これ多分松本美和子選手に対する嫌がらせですね。嫌がらせです、はい、本当に仲悪いですからこの2人。いやレフリーもちょっと計画しなくてもならないみたいな、はい、いやしかしこの空間に浜亮太がいるっていうのはなんかすごいですね。不思議な感じがしますよね。浜選手は女子とのシングルって初めてですよね。初めてでしょうね。レスラー所属の浜亮太、現在はダンディオープンに活躍しリーグジャムズとタップチャンプでございます、はい、かつては全日本プレスでは三冠ヘビー級を呼ばれたこともあるという元三冠ヘビー級王者と松本美和子の一騎手でございます。そう考えると松本美和子選手は鈴木みのる選手とも対戦してますから、はい、結構三冠ヘビー級王者と対戦してるということです。そういうことですね。さあどう攻略するんでしょうか。どう攻略もこう攻略も正面から行きましたね、これでこの人の目どこまで本気か分かんないんですよね。松本選手ですか、はい、本気でなんか組んで押せると思って言ってるような気もするんで。あいや自信を持つのはいいことだと思います、はい、自信って言うんですかね。そういうの正面から行きますよ。白選手もやりづらいでしょうね。多分今日初めて見るような選手ですから、はい、そうですね。あれ手が回りませんね。バットとか投げることも難しい。無理でしょう。さあ浜選手も本当ちょっとあのムスッとしてるように見えて実は困ってるんじゃないかという気もするんですが、こうなったら相撲で勝負、はい、選択肢を一つにしますけど、ね、相撲で勝負するしかないと。とりあえず行ってみたって感じですが、用事が一つになったのがすごいですね。ですね。さあこれは浜選手容赦なく行ってほしいですね。これ本職ですか。元本職じゃないませんから、さあ8球残った。正面から行くわ。あー下手投げ、あっという間に投げ止されました。相撲だったらこういう勝負がついてる。そうなんです、はい、あさあもう行っちゃいましょう。あー225キロが47キロの上に上がる。あビバップなんですけど、これでもロープ掴んでますから一応反則なんですよね。この攻撃エスケープですね、はい、でも意図的になんかレフリーが反則取るの遅い気がする。遅いですね。いやペチャンコですよ松本美和子が。これで終わりですかね。もう終わりじゃないですか。もう臨場が負けないですかね。試合放棄ですかね。今まで松本美和子選手は試合放棄ってありました。試合放棄はないですね。もうやだとかはよく言いますけどね、はいはい、水飲んでますね。まだ放棄はいたしません。戻りますか。これはあのもうやだとか言いながら諦めずに戻るんですよね。この人一つだけ偉いなと思う。ここがやっぱ勝利に対する執念じゃないでしょうか。お尻のとこだけで多分あの重さは松本美和子全体よりも重いと思う。重いでしょうね。松本美和子の顔がガンガンいってほしいですね。いやこれ昼の大会だったんですけど昼からもうね満月が見える状態です。あんまりこういう肉厚なお尻をこう顔に付着させられる経験ってないでしょうか、ね、いやだってこういうお尻があんまりないですからね。そうですよね。あまり他にないですからね。オリジナリティあふれるお尻を持っています。浜亮太その浜亮太のボディスラム思いっきり、あこれは大きなプレスですか。混ぜ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 、あお倒した。ご覧ください。このこれが決まるとこ見てみたかったですけどね。しかしここ勝機ですよ。勝機ですよ、はい、正気でこれをやるあたりがやっぱりこの人の正気でないところですよね。どうなる。いやまだ行かない。まだ行かない。まだ行かない。あ、Z ですか。ここにかけたんじゃないですかね。あさあレフリーのアシストを得て
マンマビアゼットからプレスを行く。さあここにかけておりました松本都、まだ決まったがカウントする。めったに決まらないんですけどね。スニーカーって入ってる人あるんですか？全然一回ぐらいあるような気がします。だいたい串刺しにされたりとかね。まあ、ここからね、浜龍太選手は、ね、食らったことがなかったんで、受けるしかなかったってことなんですけど、それを関東通に返しました。これなんかあまりにダメージがなかったんで、ちょっと今頭がぼーっとしてるかもしれないですね。ラブドワを掴んだ、しかし足を踏む。ああ、浜龍太の股間に。大ブーイングですね。ホームリングでこのブーイングっていうのも。さあ、何ポイントですか今の。ですね、あ、いいのが入りましたよ。さあ、モンドリって倒れた浜亮太、ボールに行く、しかし吹っ飛ばされる。これ松本美和子の本当に怪我、ね、事故のようなスリーカウントでもこれは無理だって。美和子もクラッチ、美和子もクラッチ行こうとする、しかし丸まらない、丸まらない。浜亮太のオリジナリティあふれる体型が丸に行くことができません。何勝つぞって言ったの。はい、ブレンバスターで何なんですか。さあブレンバスターとなります。松本美和子230キロでブレンバスター。この辺りが彼女のやっぱ正気じゃないところですよね。いやいや正気じゃない方が勝てると思います。はい、正気が勝てない。しかしブレンバスターとなります。今度こそは弾んだ松本さん、この上に。さあ、スティームローラー回転体落とし。松本美和子の体を一人の男が通過していきました。あ、返した。何を、我々230キロ の物体が上に乗って返せますか。返せないですね。返せないでしょ。松本美和子、あ、大きなプレス。これ返したら僕彼女尊敬しますけどね。返せなかったですよ。尊敬しませんね。尊敬しない。はい、はい、というわけで今ですね、圧勝でございます。ピンサイン。なかったですね。